東京の銀座、新宿を拠点とする株式会社ゼウスエンタープライズ。ここでは即戦力となる IT エンジニアを育成し、取引先企業と共同でプロジェクトを進めている。あとはネットワークで使っている意味と、 IT 業界に未経験で入った社員もここで即戦力を身につけられる。で、丸のところも自分の認識と、まあ、一致してるかどうかっていうのを、まあ、一応確認してほしいんで。大学時代は文系出身だったので、 IT 業界の知識は全くなく、そういった意味で不安だったんですけれども、ここでの研修を通してそういった不安は払拭されました。またお客様先に出てからも、ここで研修した内容が非常に業務の知識習得に役立っていると思います。ここでは使われているのは英語、専門用語を多く交えた講義が続く。その後、社員たちが学習した内容を確認し合う。相当レベルが高そうだが、マイクロソフトをはじめとする IT 業界の大手の企業はアメリカに本社を置く企業がほとんどです。そういった企業から出されるマニュアルやドキュメントというのはほとんど英語で出されるので、エンジニアにとっては英語力が必要になります。こちらの取引先では、高い専門性を身につけた社員がお客様とのシステム開発について話をしている。ゼウスさんはですね、非常に、まあ、IT のエンジニアだけではなくて、非常に、まあ、グローバルの、まあ、英語が喋れるような人材なんかも非常に豊富に揃えられています。また新人さんをですね、非常に、まあ、育てるようなスキームを持っていますので、まあ、我々のですね、ビジネスにもグローバルのビジネスにもきちんと対応できるようなところが非常に強みで、我々としても非常に助かっております。ゼウスエンタープライズでは IT の難関資格に分類されるエルピックレベル2やCCNA の取得はほぼ 100% に近く、また TOEIC 800点以上と英語を流暢に話せる社員も多く在籍する。だが最大の強みは人材育成のその先にある。弊社では経営理念に終身雇用と未来永劫存続し続けられる企業の構築を掲げています。その理念の実現のために、技術力だけでなく人間力も高める研修に注力をしており、競争力の高い人材を育成することに心血を注いでおります。2005年に創業、ゼウスエンタープライズは IT 未経験者をあえて正社員として雇用し、専門性の高い研修を提供しながら取引先企業からの信頼を得続けてきた。この不安定な時代、 IT エンジニアのほとんどは登録制で、取引先の要請に応じた期間雇用を行っています。終身雇用を謳っている企業はかなり異例と言っていいでしょう。企業魂、今回は IT エンジニアおよびエンジニア志望者を全員正社員として雇用し、自社で即戦力となる人材を育成しているある企業を追いました。株式会社ゼウスエンタープライズは、事業ごとに専門性を明確にするため、 IT を中心に4つのグループ制を敷いている。1つ目は Linux ネットワークグループ。 Linux とネットワークに特化したエンジニアとヘルプデスクの常駐型支援サービスを行っている。コンピュータシステムの開発、保守、保全で常に高水準のサービスの提供を目指している。2つ目はクロスボーダー SE& IT ソリューショングループ。語学力堪能なエンジニアであるバイリンガルコーディネーターによる支援サービスを行っている。技術用語を多く含む会話の通訳、ドキュメントの翻訳という専門性が活かせる。3つ目がアプリケーショングループ。ウェブアプリケーションや
お客様のシステムなど、プログラミング言語を用いた開発支援サービスを行っている。一般ユーザー向けのスマートフォン向けアプリケーションの開発も行っている。4つ目はゼウス IT キャンプ。ゼウスエンタープライズで培われた技術者向け研修カリキュラムを一般個人と企業向けに提供することを目的とした IT キャリアスクール、ゼウス IT キャンプの運営だ。未経験者からプロの技術者養成まで、現場ですぐに活躍できる人材の育成を目指している。この研修を社員は入社後すぐに受講することができる。こうした事業の中で吉房社長の終身雇用を重んじる哲学は、人事査定や福利厚生制度にも反映され、社員のモチベーションを高めている。例えば勤続9年のこちらの社員は、得意先での業績が認められ、最近部長に昇進した。給料も大幅アップである。弊社では査定基準が明確になっており、また社長を踏まえた査定面談を毎年行っております。よってスキルアップする方向性が分かりやすく、会社の評価体制も整っているため、努力すればするほど昇給や昇進するチャンスがあります。それがやりがいの一つになっています。またこちらの社員は、現在小学生の3人の子供を育てながらもフルタイムで仕事を続け、毎月会社から3万円の家族手当を支給されている。私は採用担当として、3人の子供を育てながら終日働かせていただいているんですけれども、毎月会社から3万円支給されますので、子供の学費って結構お金がかかりますので、大変助かっております。その他、毎月最大3万円の住宅手当の支給や6000円分の食事補助チケットが配布されるのも嬉しい。資格取得受験料の貸与や、そのための勉強に必要な書籍、受講料の補助もある。ブライダルジュエリー割引制度、野球観戦やホテル優待割引券などもあって、至れり尽くせりだ。さらに女性社員にストッキングを毎月配布している。これらの制度は全て社員の声から生まれたものだ。場所的にランチ代などを決して安くはないので大変助かっています。ことあるごとに社員の声に耳を傾け、福利厚生を充実していただけて本当に感謝しています。ゼウスエンタープライズでは社員同士の交流にも大変力を入れている。社内イベントは年に大小を含め50回ほどあり、毎月の誕生会をはじめ運動会や忘年会など盛りだくさんである。2017年の新年会も大変盛り上がった。こういったイベントも会社への帰属意識を高めるきっかけになっている。またトランポリンのオリンピック候補者である坂本隆選手を正社員雇用し、スポーツ活動の支援をしている。そんなゼウスエンタープライズは今後どのような事業展開を考えているのだろうか。私たちは3つの目標があります。1つは請負事業への営業強化、2つ目は IT 商品のリリース、3つ目は海外でも活躍できる企業基盤の構築です。そのために今まで以上に社員とその家族、お客様を大切にしていきたいと思います。IT エンジニアを終身雇用という形で生涯の面倒を見る覚悟のある企業、人と人とのつながりを何よりも重んじることで従業員の会社への貢献度を高め、取引先からも厚い信頼を得ています。そんな株式会社ゼウスエンタープライズが今後どんな成長を遂げていくのか注目です。